お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もねクラッシュロールやっていくんですけど、今回ですね、これマジっすね、今回のマジで、あのねサムネにも多分あったと思うんですけど、マジの最強デッキをちょっと僕生み出してしまいました、本当に。というわけで、まあ正直教えたくなかったんですけど、まあちょっとね僕のね優しさが出ちゃいました。というわけでこれね今日使っていきたいと思います。スケラです。ババコヤが入ってるんですけど、ババコヤ入りのスキャラでございます。はい。で、言っちゃうと、僕がね8000に行った時のデッキのこれボムタワーがババコヤになっただけなんですけど、まあ1枚変わればね、まあ違うデッキみたいなところ、まあ言いますから、はい、これ使っていくんですけど、これがねマジ強いの。さっきも12勝したんですけど、あ、これだ、これね、いろいろちょっとね、いろいろ模索してて苦戦してたどり着きましたね。これマジでラバにも勝ってますし、なんかねマジでえぐいんですよ、これめっちゃ強いの本当に。なんでこの辺ずっと今負けてないですね。で今しかも9勝も、はい、というわけで無敗ねやっちゃいたいなと思います。いやーもうねたどり着きましたね、これ頂点ですよ、マジ。何に負けるのってなるんですよ。まあ唯一負けるとする可能性があるならば空ですね、やっぱり。まあ、陸がこの前までボムタワーだった枠がババコヤになって、まあもちろん陸硬くなりましたし、相手がラバだった場合にワンチャンババコヤ出さずに回せるんですよ。本当にババコヤが最強なんですけど、ババコヤなしでもカードを回せるっていう、もうデッキが強いですね。はい。というわけで、まあ高回転アイゴレダクネマスケスケラですね。はい、やっていきます。でちょっと僕も勝ちたいんで、今日はね集中ラッティンでお届けしたいなと思います。いやー、このババがねいることによって陸行きが好きなかったけど助かりますね。ポイズン打ちたいって打ちたいんですけど、相手のデッキはまだ分かんないんで待ちます。ベビー、うわー、こや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 ですか。これちょっと打っちゃって、もう一個ユニットが出たらポイズンとかな。うわ、ランバーか。いや、これ打っちゃっていい？いや、これやべえかも。え、これなん、やべえ、これ。やべえ。俺の最強デッキが破れそう。ワンチャンやばいの。やれ。オッケーオッケー。ゴリかバルーンか？ゴリかバルーンか？いや、考えない方がいいな、これは。こやこや。こやこやだ。いやー。こやこやなんだろうな。キョスケとかメガナイトとかもありそうなんですけど、ランバーが入ってるのがね、ちょっとわかんないですね。ランバー、まあ、ゴレとかじゃないのかな。いや、ランバーかかんないですね。これは一旦左のババ無視ですね。で、このババ無視したことによって、まあ、これの2200までは右側も共有できますね。いや、相手のデッキがわかんないですね。このベビーがちょっとやば。これでポイズンとか来たら、うわー嫌だって言おうとしたらポイズン来ました。ちょっとやべ、丁寧になりすぎてるな俺プレイがさとは。このやばい、ビードラが、ちょっと待って、ビードラがやべ、え待って、やべ、相手の敵やべ、わかんねえ、ちょっと怖いね。いや怖いね、怖いねってやつなんかありましたよね。ワンピース、ちょっとやべ。で、これ右側がね、結構やばいんですよ。あ、大体デッキわかんない。声だけでサタ削るデッキ。数えよ。こやこや、ランバーベビー、ダクピリーで5枚。ポイズンで6枚。タルババで7枚。あともう1枚あるぞ。いやー、俺これに負けんのかな？俺のこの、俺の最強デッキは、これに負けんのか。なるほどね。なるほどね。ってなっちゃいますけどね、マジ。え？いやマジでなんかクソゲーしてる、やばい。ほんとクソゲーとか言ったらよくないんですけど、見た、今すごいクソゲーしてますね。いや、このベビーちゃっちゃいますね。でもこれ対決で勝てないですからね。うわ、あ、終わった、やばいやばい、やべえこれ、なんだこれ、ちょっと待って、助けてちょっと待って、え、やばい、ほんとになんかすごいことしてる。うわあ、マジ俺の、あれっすわ。マジ、え、俺の頑張って9勝無敗、本当にこんな感じで終わる？ありえないんだけど。ちょっと待って、本当に。え、待って、やばい。俺の最強デッキ、俺の考えた最強デッキ、
ワンチャンでもまだ耐えるな。うわーやべえなこれ。どうするみんな教えて。もうこれね、五分買いがちょっとうざいですね。五分買い処理して、あ、耐えろ。いっちゃいます。ここで今、ババクが置いた瞬間で、コスト、あ、ビビがいるか。あ、棒っぽい。あ、ぽいぞあったね。オッケー、棒っぽい使ってくれたら使ってくれたで、いや、いいんじゃない。ここで、しかも2周目スケラを、ラッティンは狙える。いや、いい。いい流れじゃない。で、これ、ここに当たんないけど、いいポイズ。とりあえず、もうスペル削りですよ。もう削りっすね。俺は勝ちたい。本当に嫌だ。本当に嫌だ。マジ嫌だ。俺の最強デッキが、これに負けるのは嫌だ。これとか言ったらよくないけどね。もう俺の防衛デック。よいしょ。はい。オッケー。これスケラ打って。え、待って、ポイズン。ポイズン4秒、3秒、やばい。待って。え?うおー!勝った、危ねえ!え?勝ったよね。いや、怖っ。あ、プリンセス揺れてる。行かれてしまってるわ。うわー、危ねえ!ちょっと待って、危な!怖っ。汗かいたわ。やば。いやー、危ないっすね、マジで。いやー、まあ、もうちょっとね、多分。これが強えのか、今。なるほどね。皆さん、このデッキが強いみたいっすよ、これ。いや、わかんないけど。わかんないけど。なんか苦戦しましたね。いやー。はいはい。よし。まあね、こっからね、ちょっと綺麗にね、もっと楽に勝てます。なぜならこれ最強なんで、本当に。今までね、最強詐欺を、まあ僕は知ってないんですけど、まあいろんなクララ YouTuber がね、多分してきたと思うんですけど、僕はマジしてないんですけどね。僕は本当にその時最強だと思ってるデッキに最強だと言ってるんで、今これをマジで最強だと思ってるんで、最強デッキとしてね、まあ、紹介するわけなんですけど、過去一レベルありますね、本当に。これ今の、このまあ、デッキがというか環境に刺さってる道とかも含めつつですけど、ペッカラムか。来ましたね。うわ、最悪だ。全然ペッカラムじゃねえし。何がペッカラムだし、ペッカラムやね。うわ。ちょっとやばいね。どうする?はい、今一回ババコができるよね。一回ババコで受けて、これダクネかなんかいるかな?オッケーオッケー。いや、硬くなってる。オッケーオッケー。これ雪玉で多分。おい、いい防衛。で、いや、美味しい!これたまたまニアド降ってきた。相手は 2.6。何が?スリーマスケ。三子ですね。三子ロイフが有能。マジやっちゃ。マジやっちゃ。うわぁ、ちょっとこれは。一回の後ろから。謎にダクネ逆サイにしたら、ちょうど逆サイ来ましたね。いやぁ、マジやっちゃでポイズンすげえ打ちたくなるっすね、これ。で、これマジやっちゃでちょっと射抜かれるの怖いんで、後ろにしたんですけど、後ろにする必要なかったかな。これも先に殺します。多分、ユーの走らせでワンチャン処理してくる。OK、ナイスエンメイ。まあ、延命したとってみたいなとこありますけど。OK、OK、このコウモリが。ああ、声を殴る。ふうふうふう。まあ、ここはダメージ抑えていきます。で、まあ、スキャラ打っちゃえば、絶対的きついと思うんですよ。OK、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 OK。もうこれだってポイズンで処理して。で、今度絶対逆サイ来るんで、逆サイをババコヤプラスのマスケで守れば、余裕ですね。もうスキャラ打っちゃいたいもん、今。オッケー、相手もスケル打ってないようなタイミングで攻めてきてますね。ふんこれは焦らずに焦んないよ俺。焦んないだって無敗かかってるもん。よし、来た、勝った。お、ファイボ。いや、でも俺、いや、まあ一回我慢ですよ。これタイブレイカー、うコウモリ、うわー、ちょっと待って、聞いてねえな、これは。で、これにはポイズン打ったらダメ。相手に合わせる。延命するでしょ?オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、おいしいおいしい。これおいしい。ここで処理して、オッケーオッケー。これ来たらダクネ雪で守るかな。
来ない、バブコヤがあるでしょ。オッケーオッケー、これ完封できる。オッケーオッケー。で焦るな。ちょ、今日話したいことすごかったんですね。最近あのマジでなんか贅沢をしてるわけではないんですけど、なんか今日つけ麺食いてえなと思ったらつけ麺食ったりとか、ちょっとこう、まあ、贅沢っていう贅沢はしてないんですけど、ちょっと自由に外食をしすぎてたんで、ちょっとお金節約せんと終えんなと思って、最近あの家でご飯ちゃんと作ってますとか言ってるとすげえ負けそうになってきた。やべやべやべ、ちょっと待って、最悪、そんな話してない、新鮮でよかったマジで。で何作ってるかっていうと、おとといカレーっすね。で昨日パスタで、いやうまい、今日が、あ3倍だ、これ いっていい、どん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 いけいけどんどん、いや勝ったっすねこれ。いや立ち回り完璧のペキちゃんでしたね。ハニハニさん登場。いやー、あー苦しいね相手。でも相手30子なんか展開する余裕ないですしね、もうしても終わるみたいなのがありますね。はいはいはい、うわーもうつらつらのつらちゃん新しい、はい来たー。え勝ったよね、危ない危ない、勝手に試合終わらしてた、終わってなかったけどね、ごめんね。よし、いやマジで最強なんですよこれ、本当に過去一です、過去一。あのババア小屋がやっぱ置いた瞬間にすぐ壊されるっていうのがやっぱいろんな相手、まあジャイプリとかにもあったんですけど、いろんな相手にババア小屋が置いたのに、せっかく置いたのにすぐ壊されちゃって、あそんな働いてないなって言ったのがあったんですけど、やっぱ壊れてからの2体があることによって若干の仕事量はねババア小屋してくれるんで優秀になりましたね。はい、というわけで、おとといカレー、昨日パスタで、まあ、なんかそこまで見たらな、こう、もうチンするだけ、茹でるだけ、言ったら誰でもできるんですけど、なんと今日ですよ。僕もやっぱ、女子力磨かないといけないなと思って、生姜焼き的なものをね、今日作りましたね。まあ、生姜焼きではないんですけど、なんか名前がおしゃれでしたね。まあ、ほんと生姜焼き的な感じの、結構ガッツリ系のね、やつを、こう、みりんとか、わかります？料理酒とか。砂糖こんだけ入れてみたいな、こういうねこの一手間っすよ、一手間っていうのかな、普通の料理の段階をね踏んでね、ちょっといや今日料理したなっていう感じで気分がいいっすねはい、謎の気分がいいっすね。なんでまあ言うてまだまだできないです、本当何もできないんですけどね、ちょっと多少はねちょっと生きていく上でというか、なんか料理できたらかっこいいなっていう謎の憧れを僕持ってるんで、ね、僕なんかねなんか変なところにねそのかっこいいなとか憧れを持つんですよ。スタバでパソコンいじってる人かっこいいとかもすごい思ってましたし、なんでこうはいやりましたね、なんかパソコン買ったすぐにスタバ行って全然パソコン触れないのにパソコン開いてこのちょっと仕事してる感的なね謎のねなんかそういうのとかもあったりしましたし、なんかね他もなんかあったんですよね、まあ、忘れたんですけど、なんかそういうのがねちょっとあるんですよね。あとあーバーでこうカウンターでねこうグラス持ってていうか、このいつものっていうやつですね、わかります、あマスターいつものでっていうの、あれちょっとかっこよくないですか、いつもので言った時にん何ですかって言われたら、あ恥ずかしいけどねやばい、延命してくると思わなかった、やばい、これペッカこう、え違う、やべこれやべ、ジガチャ残る、いやちょっとやべえじゃん、出だししくったな、ちょっとね落ち着いていきますよ、このダックプリは焦るな俺、これ20勝無敗っていうものがかかってるんだ、重たいぞこれは、いたダックプリ用のローフグ間違えちゃう、うん、30者ありそうっすねこれ、マジでねポイズン打った瞬間スリーマスケ登場ディンディンディンって感じっすね、多分打っちゃおう、ちょっとやばいかな、なぜ打ったかっていうと
相手がここで3子展開してきても2倍タイム入るんで、あのエリが増えるんで防衛できるっす、ね、多分。相手ワンチャン大型スプレーないかな。オッケーオッケー、棒っぽい低めにしてこの浪費もね入れていく。いや、いい棒っぽい。相手のマジでちうぜえな。え、マスケ？あ、あれか、マスケじゃねえよ。やべえ、うめえ。え、なんで？やっぱ12勝目か、これ。そういや、やべやべ。打っちゃうか。ボムと、あ、なんかあったね、そんな感じのデッキ。うわ、ザップ。いやー、集中したいと思います。レッツスターティン。誰だっけこれ。リンゴちゃんだ。リンゴちゃん、俺に力を。リンゴちゃん、いやー、すげえうぜえ形だなそれ。うめえな。あー、このポイズンやばいかも。終わったかも。うめえんだよ。まあまあまあ、なんかいっぱいありますからね。焦るな、俺は勝つよマジで。ふうふうふう、オッケー。タイブレーカーだからね。あえてダメージ受けて。おお、雪玉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 。何やってんの。もう言ったもん勝ちやな、こんなん。やべ、今心臓バクバクしてる。俺の12勝無敗を邪魔するんじゃねえや。え、これ来たくね？来たよね、これ、佐藤。来たね。来ちゃったね。多分、お願いやめて。やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい、ほんとやめて、ほんとやめて、ほんとやめて。やばい、怖い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 。ほんとやめて、ほんとやめて、ほんとやめて、マジ。触れるな、俺に。お、来た！え？来た、12勝無敗。よし！いや、めっちゃ久しぶりっすね、なんか。いつも12勝しても、なんか、罰がやっぱついてたんだね。罰つけたいくないじゃないですか、人生にね。って感じなんですけど、はい。あの、ババクロスケラね、今回この方だったんですけど、僕がこう、有名になり始めたきっかけ、本当に僕も、言ったらトロ3000、4000とかを通ってきて、すごいあの、やっぱね、全然、だった時あったんですけど、こう、え、ラットインプスっていうやつ最近見るくねっていうように思われてきた時の、こう、もう僕のね、こう、成長をめっちゃしてる時に有名になり始めたデッキがババコヤスケラだったんですよ、ちょうど。まあ中身が、多分マスケメガゴか、エレキメガゴのアイゴレでこんな感じだったんですよね。本当に。なんで、こう、なんかね、嬉しいですね。そういう僕のこう、なんていうんですかね、有名になったきっかけを与えてくれたのがね、ババコスケラだったんで。いや、これまたね、時代ですよ、マジで。負けてないですから、これ。超おすすめです。はい。という感じでですね、こちら最強デッキになります。マジで、こっそり、流行っちゃうんで、こっそり使ってください。では、チャンネル登録、高評価お願いします。では、お疲れ様でした。